北国新聞ニュースをお伝えします。画家の一面も持つ歌手藤井フミヤさんの個展が今日金沢21世紀美術館で開幕しました。藤井フミヤ展が金沢で開かれるのは初めてで、会場の金沢21世紀美術館の市民ギャラリー a では、藤井さん本人も出席して開場式が行われました。 いろんな素材で絵を描いているので子どもたちの本当に机の上に散らばっているようなマジックとか色鉛筆とかクレヨンとかそんなものも使いながら描いているのであとシールとか、えー、皆さんに楽しんでいただけるのではないかと思います今回は3年前に東京で開催された古典の作品を基本に CG アートをはじめ油彩や水彩切り絵画など 多彩な表現の女性像を中心に141点が展示されています訪れた人たちはルネサンス期の画家ボッティ・チェリの絵をボールペンを使って模写した作品などに見入っていました 本当にいろんな絵を描かれてて、アクリルもそうですし、水彩画とか画集を持ってるんですけど、今までその画集で見てたのと全然違って、本当に生のものってすごいすごい名の一言でもう本当に、えー、天才です。<laughs> 藤井ふみや展は来月28日まで金沢21世紀美術館で開かれています。入場料は一般1,300円。 中学高校生が九百円、小学生は七百円でオンラインチケットも扱っています。今年四月の全国学力テストで石川は独教材のうち四教科で全国一位になりました。全国学力テストは四月十九日、小学六年と中学三年の全員を対象に実施され、文部科学省が昨日。 その結果を公表しました。テストは小六が国語、算数、理科、中三は国語、数学、理科の合わせて六教科で実施され、基礎と活用力が一体的に問われました。平均正答率で見ますと、小六が国語70％、算数69％、理科70％でした。 また中3は国語が秋田と同率の73%、数学58%、理科55%でしたその結果都道府県別の順位は石川が小6の算数と中3の3教科べての合わせて4教科で全国1位になり小6の国語と理科も全国2位でした 全国トップクラスの学力は去年の学力テストに続くもので石川県教育委員会は県独自の基礎学力調査や金沢大学と連携した課題分析や授業改善の効果が表れたものと見ています。金沢学学院大学附属高校の創立70周年を記念した式典が昨日開かれ、 在校生などがさらなる飛躍と挑戦を誓いました金沢学院大附属高校は1952年に金沢女子短大高校として創立されこの70年間におよそ2万4千人の卒業生を送り出しています創立70周年記念式典は金沢市の本田の森ホールで行われ 在校生などおよそ人が出席しましまた式典では学校法人金沢学院大学学園長の飛田秀和北国新聞社会長が少子化が進む中学校の魅力向上が重要だと指摘した上で創立70周年を迎えた今生まれ変わるための大いなる挑戦の時期を迎えていると挨拶しました。 また村中幸子校長は歴史と伝統を継承し輝く未来の創造に全力を尽くすと述べましたそして生徒代表として生徒会長の倉下幸子さんが伝統を誇りにさらなる成長のためひたむきに頑張ると誓いました式典に先立ち大相撲の炎鵬と ロンドンオリンピック柔道金メダリスト松本香里さんの卒業生2人が記念講演したほか、吹奏楽部が演奏を披露しました。ジャパンテントに参加した中国出身の元留学生がホストファミリーを務めた金沢に住む女性の家に、25年ぶりに里帰りしました。 横浜市に住む元留学生の A ・ D さんは日本の伝統文化を学びたいと1990年代にジャパンテントに参加し現在石川県いけばな文化協会の常務理事を務める上田利碧さんの家にホームステイしました A さんと上田さんはその後も交流を続け15年ほど前には A さんが東京で餃子をを手作りししし上田ささんんもてなしました A さんは2人の息子と一緒に昨日25年ぶりに金沢市内の上田さんの家を訪れ息子たちがいけばなを体験しました金沢にあさってまで滞在する A さんは上田さんはお母さんのような存在石川の人たちは みんな優しくて素敵ですと話していました上田さんは子供がとても大きくなっていて驚いたと話し今後も交流を続けていくことを誓い合っていました3年ぶりの北国花火金沢大会が明日行われ1万2000発の花火が音楽とともに夜空を彩ります 北国花火金沢大会は金沢の中心部で唯一の花火大会で明日午後7時50分から真夏の祭典がスタートします会場になる豆田本町の犀川緑地周辺には昨日大会の上りが掲げられムードを盛り上げました3年ぶりの花火大会は桑田佳祐さんのスマイル 晴れ渡る空のようにに乗せた一千六百九十発のスターマインがオープニングを飾ります。音楽との共演は中盤の特別企画やフィナーレにも登場し、市民協賛による一千連発の男川市民花火など合わせて一万二千発の花火を楽しめます。金沢ケーブルは午後七時四十五分から。 地デジ9チャンネルの北国新聞ニュースプラスで北国花火金沢大会を生中継しますご覧ください金沢夢海道が来月13日と14日に3年ぶりに開催されることになりました金沢夢海道の実行委員会は昨日実施計画を了承し 初日の来月13日は国道157号線の片町武蔵間が午後4時から午後9時半まで歩行者天国になります。そして県内のトップチームが加わる石川ユナイテッドによるスポーツ体験や北国新聞文化センターの特設コーナーなどが展開されます。一方、日は 北国新聞赤羽ホールをメイン会場に、よさこいソーラン日本会の百万国会場が開催されます。サッカー J2 の津江源金沢が、昨日、北陸鉄道金沢駅で、人気ゲーム桃太郎電鉄とコラボするイベントの出発式を行いました。津江源は、桃太郎電鉄、昭和・平成・ 令和も定番に登場する県内4カ所をめぐるスタンプラリーを今月23日から始めています昨日の出発式に参加した杉浦力と選手はコラボをきっかけにあさってのブラウブリッツ秋田線に足を運んでほしいと呼びかけましたスタンプラリーでは秋田線の試合会場でスタンプを集めると その数に応じてキーホルダーなど限定グッズの抽選に参加できます。環境保全の出前講座が昨日、野の市市内で開かれ、子どもたちがすごろくでエコーを学びました。この出前講座は、野の市市がおしの3丁目の児童クラブ、立ちのクラブで行い、およそ50人の小学生が 2回に分かれて参加しました講座では北陸電力が作った環境すごろくが使われ子どもたちはマイバッグや風呂の残り湯を洗濯に使うことが良い環境を保つことにつながることを学びましたまた資源や地球温暖化の問題を紹介する DVD も鑑賞し環境保全に理解を深めました 河北型館宅地にひまわり村がオープンし夏本番を告げていますつばた町小島にあるひまわり村は2.3ヘクタールの広さがあり観賞用のひまわりハイブリッドサンフラワーネオがおよそ35万本植えられていますひまわりは例年より高い1.8メートルから2メートルに成長し昨日の開村式では 八田富郎・つばた町長が挨拶した後川口勝則・内永町長などとテープカットしましたこの後金沢・河北・つばた・内永の西 2, 2町の園児76人がひまわりでできた全長400メートルの迷路を楽しみましたひまわり村はあさってまでライトアップされ見ごろは来月上旬まで続く見込みです